じゃあ7月の第2週ですね。雨がちょろっと降るけど、なんかもう梅雨が明けたんじゃないかっていうぐらいにかなり暑い日が続いてますけどね。皆さん、まあ、こうやって体調特に問題なく集まれるっていうだけでもありがたいですね。まあ、いろんな人とやり取り週末もしてましたけど、やっぱり熱中症になっちゃったみたいな人もいたので、ありきたりだけど水分しっかりね取るのを心がけてください。今週は今日暮らしへの人が来るのと、明日お昼花木さんが来て動画の撮影と、ラジオ夕方がで、あさってが11時までだったっけね、確かね。大阪行ってきます。でも帰りは9時過ぎる10時ぐらいになると思うので、夜のその間、お話とかねよろしくお願いします。で、5日のお昼に TT の人が来て、夜がこれ熊本の保健協会だったと思いますけど、行動経済学とナッジを使った保険診療というセミナーがあるので、これウェブセミナーね、これちょっと聞こうというふうに思います。今週末は特になかったと思うな。この本読んでみたの、これカレー移民の謎。インパネって書いて、インネパって書いてあるけど、インド料理だけどネパール人が作る。だいたいカレー屋さんってさ、インドかなと思うけど、働いてる人ほとんどネパールとかじゃない。で、僕全然知らなかったけど、やっぱりいろんなこと読むと発見があって、例えば今のこうお皿に、お皿っていうかこうトレイに乗ってきていろんなものがついてとかっていうあるじゃないね。あれはもともとムグライ料理だったかな、ムガール帝国の宮廷料理を模したやつみたい で、まあ、今のインドの人たちが別に食べてるわけではないっていうのと、あとなんでネパールの人が働くのかっていうのと、インドの人と、インドの人で日本に在留してる人とネパールの人、インドは今世界一の人口じゃない、14億人ぐらい、ネパールの人口でちょっと2000万人ぐらいだったかな、1億人とかいなかった、2000万人ぐらいだと思うけど、人口が全然違うんだよね。でネパールの人で在日で今日本で働いてる人が15万人ぐらいいるんだって、在留の日本、在日の人がね。インドの人5万人なんだって。で人口全然違うのにネパール人の方が多いんだって。でなんでネパールの人をインドで使う、インド料理で、インド料理でネパール人の人を雇ったりとか、ネパール人の人がネパール料理じゃなくってインド料理を出すのかっていうと、インドってまあ全部じゃないけれどもカースト制度がまあ当然今でもあるから、同じ仕事をするのでも掃除をする人と接客をする人と、調理する人、まあ、調理の中でも皿洗いの人とこのナンを焼く人とか、チャパティっていうの、このナンよりも薄いね、あるよね、あれを焼く人とかって全部分かれてるんだって。だから分かれてるから他の仕事を手伝ったりとかっていうことはないんだって。だから調理する人が、調理が終わって人の片付けの見てたらぼーっと立ってるだけなんだって。だけどネパールはそういうことがないから何でもかんでもしちゃうんだって。だから料理してる人が接客を時々したりだとかっていうこともあるんだって。で僕らはもうインドもネパールも大体似てるものじゃないかなってイメージがあるじゃない。ネパールだったらもうチベットとかが、あれがヒマラヤがあるから、まあなんかそれぐらいの気候の違いぐらいで、まあ大体同じ人が働いてんじゃないのと思うけど、もう全然違うらしいね。これ読んで初めて知ったけど、身近に付き合ってる人がいないから。例えば逆にインドの人たちが極東アジアを見ると、まあ大体中国人が違うな、なんか分かりそうな気がするけど、まあ韓国人も日本人も同じじゃないのぐらいの感覚だと思うんだよね。ヨーロッパの人から見たら、まあ中国人も韓国人も日本人も何も変わらんだろうみたいなことだと思うから、
まあ、これ改めて見て、まあ、インドとネパールって全然違うんだなと思ったのと、あと面白かったのが、なんてさ、なんてあるじゃない、何のなんが好き、何のなんが好き、なんていろいろ入ってるじゃない。僕はプレーンしか食べないんだけど、ああ、チーズ、チーズ、今たらことかあんことかあるらしいね。でチーズなんてあるじゃない、チーズが入ってるの、チーズガーリックなんてあるよね。あれうちの家族好きなんだけど、僕はなんか入ってるのが嫌だからプレーンしか食べないんだけど、あれ日本の柏生まれなんだって。1999年にあのチーズナンになんか常連の人がこれニンニク入れたらいいんじゃないってなって入れたところがめちゃくちゃ美味しくって、それから日本に広まったんだって。だから本当お寿司もなんかカリフォルニアロールとかさ、そういうのが海外であって、まあ、逆輸入って言ったら変だけど、そうされたみたいに食事っていうのもどんどん変わっていくんだなっていうのはね、あの非常にこう読んで、まだちょっと3分の1ぐらいしか読んでないんだけど、非常にそれだけでもとっても面白くて、もう今度からこうこのインドのカレー屋さん行った時になんかちょっと面白いなというふうに思いました。まあ本当あの距離が違ったりすれば全く僕ら興味はなかったりとか意識にも上らなかったりと、これ多分距離だけじゃなくって、当然性別でもそうだし、時間的な軸で年代でもそうだというふうに思うから、おそらく僕と若い女性が見てるそのスマホのニュースとかは全然違う内容だろうから、まあ、そういうのを少し埋めるというのも、埋める作業っていうのもね、多様性という意味では必要かなというふうに思いました。まあ、皆さんも今度あのこういうカレー料理屋に行った時にはぜひ観察してみてください。以上です。